こんにちは、アルです。スプラトゥーン噂調査団の団長アルでございます。今日ですね、またあの方からの依頼なんですけれども、なんかね、テンションがおかしいんですよね。どうやら、すごい特ダネを掴んだみたいですよ。なんだろうね。今日の依頼はこちらです。じゃじゃーん。ゲーム&ギター好きの日々の記録さん、ありがとうございます。すごい特ダネです。なんと、姫ちゃんに愛の告白をした人がいるらしいのです。どうにかして極秘ルートからその時の動画を手に入れて調査してください。はぁーってこれは愛の告白姫ちゃんに。なるほど。これはね、なんだちょっとこれはね、探さないといけないですね。その時の動画か。オッケー、探してみましょう。行き過ぎた。行き過ぎたぞ、いきなり。行くぜ！というわけで今回スプラトゥーン噂調査団総力を挙げて極秘ルートからですね、その時の映像を手に入れましたので、ちょっとテンタクルズのお二人に見ていただきながら愛の告白を見守っていきましょう。いくぜ。ではそれ犯罪なの？知らない。俺の愛は犯罪なんかに負けない。犯罪どうたら言ってる暇じゃないんだよ、そんな。俺の愛はそんな法にし縛られる程度のものなのか。違うだろ。たかが人間が作ったそんなルールなんか破っちまえ。なんかおい、やめなさい。もう秩序派の男には負けない。特にボーイには注意だと。任せろ。あいつボーイだ。ボーイには要注意。ボーイは絶対やらなきゃいけない。やったやった。あ、やったか。頑張れ。どこだ、ボーイはどこだ。許さんぞ。お前ボーイだな。ガールか。おい、いいな。お前邪魔すんな、マジで。リーダー願えろ。待って、姫ちゃん待って、こいつまず先にやってからにしたい。やめて、俺に姫ちゃんを助け。俺が先だー、こらー。やったぞ、一枚。これが姫パワーだ。打ち勝った。よし、打ってやったわ。おい、ちょ、ワンチャン負けるぞ、これ。え、ワンチャン負けたか、これ。いや、勝った。俺、これ、姫ちゃんのメガホンレーザー敵陣地濡らしたからな。しっかりと勝っていく。いや、これはもうね、もう俺のおかげ。これ、俺と姫ちゃんの愛の力で勝ったわ。うん。
見たでしょちゃんと俺と姫ちゃんの。まあそれいくわ、みんな招待するわ結婚式、ちょっと惚れさせるわ。来たわ惚れさせるチャンス、こっち全員イカだぞ。やっぱりやっぱ本当はあれもう意識が違うわマジで。ガチだガチ、いやもう俺が一番かっこいいなこれ。ギア的にも髪型的にも顔的にも俺が一番かっこいい。こんなのだから初動はやっぱ自陣抜いたよね、うん、こういう気遣いもしっかり見せていかないと。ゆうちゃん見てるかい、僕は自己中な、それ違うんだって、違うんだって。これはあえてね、これ最初やられて大逆転劇を見せるっていくっていうこのパフォーマンスだから、これパフォーマンスよパフォーマンス。逆転劇で姫ちゃんを感動させろ。どう見たってこれも白が勝つ流れ、そこを俺はちょっと待ってくれ、おいそうやって待ってくれ、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、やべ姫ちゃん降りてくる、やばい、このままだと、このままだと秩序にね、やめてくれ姫ちゃん。いやこれもプランだこれ、姫ちゃんが秩序側に行ったと思わせての、やめてくれちょっと、もうボコボコすぎるこれは、ちょっと待ってくれ、さすがにボコボコすぎるこれは。姫ちゃん僕を裏切るのか、僕を裏切るのか、お前そんな、姫ちゃん僕を今僕を殺そうとした、ちょっと待ってくれ、俺は負けねえぞ。ああ、ちょっと待ってくれ。姫ちゃん、そう姫ちゃんマニューバーが好きなんだよ、マニューバーでもう行くわ、もうヒーローマニューバーでもう主人公になるわマジ。来たほら、もう俺がもう主人公の舞台は整ったわ、主人公の舞台は整った、ただしかし敵は格上、俺も主人公の舞台整ったわね。もうこれを勝ってもう俺はプロポーズするんだ、敵は格上だからね、油断はするな。待ってください、どうね、行きます、任せろ、架空だからなんだ、やべ助けてくれ、おちょっと無言になるわ、男気見せなきゃあかん、これは男気を見せろ、ちょっと塗り任せていいかな、塗り状況が悪いな、ナイス完璧、任せろ、俺が全てをカバーする、やめろクライマックスだ、ひめちゃん、ひめちゃん任せろ、やらせるか、オッケー、俺はひめちゃんを奪おうとする敵をぶち倒しちゃったんだ、
姫ちゃん僕とこんな僕でいい、こんな僕でよければ結婚してください。きたきた、これはかっこよすぎる勝ち方。こんなかっこいい勝ち方するやつおらんぞ、マジで。こんなかっこいい勝ち方するやつおらんぞ。姫ちゃんをね、奪おうとするやつをぶち倒して、俺が姫ちゃんと一緒にまあ撃ったかな、これ。もう最高にかっこいい勝ち方した、これ。して告白してくるわ。はい、戻ってきました。今回はですね、なんとあのナナトゲームズのナナトさんに全面協力をいただきまして、動画提供をいただきまして、スプラトゥーン技調査団ですね、姫ちゃん、飯田ちゃんにね、別室でちょっと見ていただきながら、まあ、今回はね、姫ちゃんの、ね、姫ちゃんに対する愛の告白だったので、まあドキドキしたとは思うんですけどもね、見ていただきました。ナナトゲームズナナトさん、ご協力ありがとうございます。いやー、本当にね、すごい心よく快諾いただいて、僕はね、その愛の告白の動画を見たときに、すげー面白いなと思って、あの動画がね、面白いし、しかも最後、あの10倍マッチで決めてらっしゃったんで、これも持っとるなと思いましてね、ダメ元でちょっとお願いをしてみたんですね。僕こういう今ゲーム実況やってて、スプラ実況やってて、テンタクルズのお二人に字幕でまあ実況してもらってますと、別室で見てもらってるんで、その時のコメントができますよと。で、ナナトさんね、姫ちゃんに対する、愛情の深さがね、伝わってきましたので、ぜひお二人に見ていただけないでしょうか、見せていただけないでしょうかっていうことでね、本当にダメ元でお願いをしたらね、あ、いいですよ、みたいな感じで、もう本当に心よく快諾いただきまして、ご協力いただきました。ありがとうございます。結果はね、やはりね、ね、やっぱアイドルなんでね、お二人はね、もしかしたら DM が届くかもしれませんよ。ってな感じでございました。ありがとうございます。スプラトゥーン噂調査団ではですね、今回調査というよりは、テンタクルのお二人にも、ナナトゲームズ、ナナトさんにもお手伝いいただいて調べることができました。よーし、ファイナルフェスが終わったんですけれども、スプラトゥーン2はね、面白いゲームなので、皆さんぜひやっていきましょう。僕もね、もちろんまだまだ続けていくつもりでございます。なんせね、まだ腕前がね、最終の X に行ってないんですよ。始めた時は S プラスが目標だったんですけど、S プラス行く時には X が出てきてしまってね、目標が伸びちゃったっていうね。そんな、R でございます。いやー、本当にありがとうございます。もうほほほほほほ、楽しかったなー。編集中ずっとニヤニヤしっぱなしでしたからね。あそこどうしよう、ここどうしよう。編集というか、まあね。テンタクルズのお二人は、好き勝手喋ってましたけどね。オッケー、ありがとうございます。また次回もよろしくお願いします。ね。いやー。びっくりしましたよ。ありがとうございます。じゃあ次回も見てください。またねー。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。
最後になりますが、R ゲームズはこんな感じで、近所のゲーム好きの兄ちゃん家に遊びに来た感覚をコンセプトに、ほぼ毎日18時、これは夕方の6時ですね。夕方の6時に動画をアップしています。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。ぜひチャンネル登録してってください。ませませって書いてありますね。ありがとうございます。いやー、本当に最後になりましたが、ナナトゲームズのナナトさん、本当にありがとうございます。コラボねえ、まさか承諾いただけるとは思ってなかったので、大変嬉しかったし、楽しかったし、あとね、やっぱり動画を見て勉強になりましたね。すごい、うまかったね。うますぎて参考にできるかどうかわからないんですけど、僕もね、スプラトゥーンをこれからもやっていこうと思います。ありがとうございました。また見てやってください。じゃねー、バイバイ。